お待たせしました。遅れております。引き違いの特急電車、ただいま紀伊勝浦に到着しております。信号が変わり次第発車いたします。特急南紀4号の名古屋駅です。到着時刻は次の新宮発車をお知らせいたします。車掌は JR 西日本の田と森川です。次は新宮です。信号出ますと次は熊野市に停まります。
幕新宮、新宮に着きます。お出口は右側です。新宮を出ますと次は熊野市に停まります。13分発の特急ワイドビュー南紀4号名古屋行きです。前から1号車、2号車です。一番前1号車自由席、指定席は2号車です。新宮を出ますと次は熊野市に停まります。まもなく発車いたします。ドアを閉めますのでご注意ください。マスクの着用などご協力お願いします。お店からのお願いです。
車通勤やテレワークによる混雑緩和、車内では会話を控えめにしていただくなど感染防止にご協力をお願いします。なおこの列車では座席の回転は控えていただきますよう合わせてお願いいたします。新宮からの担当乗務員は JR 東海の運転士北川車掌案内です。途中多岐までご案内いたします。次は熊野市に止まります。
がとうございました。まもなく熊野市です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。熊野市を出ますと次は尾鷲に止まります。ワイドビュー南紀4号名古屋行きです。熊野市を出ますと次は尾鷲に停まります。まもなく発車いたします。ドアを閉めますのでご注意ください。熊野市を出ると次は尾鷲に停まる。やばくない？それ
とうございました。まもなく大安生です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。大安生を出ますと次は紀伊長島に止まります。南紀4号名古屋行きです。次は紀伊長島に停まります。
ありがとうございました。まもなく日長島で出口は左側です。日長島を出ますと三瀬谷に止まります。これ誰？
Thank you.
は下記です。発車まで少々お待ちください。
Thank you.
ださいました。まもなく滝です。2番線に着きます。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。三宮線伊勢市鳥羽方面は乗り換えです。滝を出ますと松坂に止まります。乗り換えのご案内をいたします。徳和方面普通列車亀山行きは11時28分発、乗り場は到着するホーム2番線です。変わりまして三宮線伊勢市二見の浦方面普通列車鳥羽行きは11時33分発、乗り場3番線です。三宮線伊勢市鳥羽方面へお越しのお客様は橋を渡って3番線へお回りください。車内にお忘れ物のないようお気をつけください。ご乗車ありがとうございます。特急ワイドビュー南紀4号名古屋駅です。次は松坂に停車いたします。まもなく発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。次は松坂です。Thank you.
いたしました。ご乗車ありがとうございます。特急ワイドビュー南紀4号名古屋駅です。列車2両で運転しております。前から1号車、2号車です。1号車は自由席です。指定席は後ろの車両2号車です。お手洗い、くず物入れ、各車両デッキにございます。この列車の乗務員がありまして、運転士井上、車掌指定です。終点名古屋までご案内いたします。この列車は空調装置等により適宜空気の入れ替えや循環を行っております。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをご協力をお願いいたします。お待たせしました。次は松坂です。
します。終夜列車は遅れの影響によりまして、信号待ちを行います。しばらくお待ちください。お急ぎのところ、列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。Thank you.
ご乗車ありがとうございました。松坂です。お忘れ物、落とし物ないようにください。ありがとうございました。松坂です。JR 線の伊勢鉄道線経由、特急ワイドビュー南紀4号名古屋駅です。次は津に停車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。
ありがとうございました。まもなく2です。お出口左側、3番線の到着です。ドアからでお話をお待ちください。神棚、座席の上にお忘れ物、落とし物ないようお降りください。西鉄総線普通列車、四日市駅お乗り換えです。橋を渡りまして、1番線です。普通列車亀山駅12時35分乗り場、降りましょう。3番線でお待ちください。近鉄線お乗り換えです。次に到着いたします。神棚、座席の上にお忘れ物、落とし物ないようお降りください。お出口は左側、3番線の到着です。ドアから来てお話をお待ちください。到着、遅れましてご迷惑をおかけいたしました。通を出ますと次は伊勢鉄道線を通りまして、鈴鹿です。忘れ物ないようお降りください。遅れております JR 線の伊勢鉄道線経由特急ワイドビューナキ4号名古屋駅です。次は鈴鹿に停車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。
は4分から5分ほど遅れて運転しております。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。次は鈴鹿です。この列車は空調装置等により適宜空気の入れ替えや循環を行っております。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをご協力をお願いいたします。携帯電話、マナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。車内は全車禁煙です。お手元はご了承ください。お待たせいたしました。次は鈴鹿です。
ありがとうございました。まもなく鈴鹿です。お出口は左側です。ドアからでお話をお待ちください。お忘れ物、落とし物はないようお降りください。到着、遅れまして、ご迷惑をお受けいたしました。鈴鹿に到着いたします。鈴鹿を出ますと、次は四日市です。お忘れ物、落とし物はないようお降りください。ワイドビューナッキー4号名古屋駅です。次は四日市です。ドアが閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。特急ワイドビューナッキー4号名古屋駅です。列車2両で運転しております。前から1号車、2号車です。1号車自由運転して次は後ろ車両2号車です。お手洗いくつもりへ各車両で来てございます。ただいま列車約5分ほど遅れて運転しております。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。ただいま列車5分ほど遅れて運転しております。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。次は四日市です。
乗車ありがとうございました。まもなく四日市です。お出口左側1番線の到着です。ドアからでお話をお待ちください。神棚、座席の上にお忘れ物、落とし物ないようお降りください。乗り換えご案内をいたします。富田浜、富田方面特急列車名古屋駅12時10分乗り場2番線です。快速の亀山駅12時42分乗り場1番線でお待ちください。四日市に到着いたします。お忘れ物、落とし物ないようお降りください。お出口左側です。ドアから手を離してお待ちください。到着遅れましてご迷惑をおかけいたしました。四日市に到着いたします。四日市を出ますと次は桑名です。遅れております。特急ワイドビーナッキー4号名古屋駅です。次は桑名に停車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ありがとうございます。お待たせいたしました。特急ワイドビューナッキー4号名古屋駅です。列車2両で運転しております。前から1号車2号車です。1号車自由席です。指定席は後ろの車両2号車です。お手洗い、くず物入れ、各車両お出口にございます。お客様にお願いいたします。携帯電話
はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。危険物の押し込みは禁止されております。もし何物などございましたら乗車までお知らせください。この列車は空調措置等により適宜空気の入れ替えや循環を行っております。新型コロナウイルス感染拡大防止のため手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などご協力をお願いいたします。列車約5分ほど遅れて運転しております。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。お待たせいたしました。次は桑名です。
お出口左側2番線の到着です。ドアからでお話をお待ちください。神棚、座席の上に忘れ物、落とし物ないようお降りください。近鉄線はお乗り換えです。桑名に到着いたします。桑名を出ますと次は終点名古屋です。お忘れ物、落とし物ないようお降りください。到着遅れましてご迷惑をおかけいたしました。遅れております JR 線の特急 IW 南紀4号名古屋駅です。この列車乗車券の他に特急券が別に必要となります。ご注意ください。この列車特急券が必要となります。特急 IW 南紀4号名古屋駅発車します。次は終点名古屋です。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。
Thank you.
ありがとうございました。まもなく終点名古屋です。お出口左側12番線の到着です。ドアから手を離してお待ちください。網棚、座席の上にお忘れ物、落とし物ないようお降りください。乗り換えのご案内をいたします。新幹線、東海道線、中央線、青波線、地下鉄線、名鉄線、近鉄線乗り換えです。新幹線上り静岡、東京方面、乗り場は14番、15番線です。左でこっち、新幹線下り京都、新大阪方面、乗り場は16番、17番線です。特急信濃13号長野行き13時ちょうど発、乗り場10番線です。ありがとうございました。まもなく終点名古屋に到着いたします。お出口左側12番線の到着です。ドアから手を離してお待ちください。神棚、座席の上にお忘れ物、落とし物はないようお降りください。本日も JR 東海特急ワイドビュー南紀号をご利用いただきましてありがとうございました。終点名古屋に到着いたします。お忘れ物、落とし物はないようお降りください。お出口左側12番線到着です。列車約3分ほど遅れての到着となります。お急ぎのところ列車遅れましてご迷惑をおかけいたしました。列車3分ほど遅れての到着となります。到着遅れましてご迷惑をおかけいたしました。お出口は左側12番線到着です。ドアから手を離してお待ちください。ほらあれ見たよ、3番乗り場、11番乗り場。ワイドビュー、ひだちゃん。ひだちゃん、やっぱり。ひだと、これが何機ね。ひだは結構長いな。お父さん、これ。